はい、撮りますね。了解。さあ、撮りました。さあ、先週ちょっと飛びましたけども、はい。ここ2週間何があったかみたいな話からいきましょうか。松田先生、どんな感じですか？ここ2もう週間。ね、私はこのところね、朝起きてから晩寝るまでね、もうずっと小説書きに集中。ああ、すごいですね。もう小説ね、家になった感じですね。普段ね、いつも朝散歩に行くんだけど、このところね、散歩にも行かずね、もうね、ずっとね、集中してるんよ。ああ、なるほど。というまあ、その話を。話はまた後ほどあるわけです具体ね。的にあります。はい、詳細は後ほど。最近はだから小説家ということなんですね。AI 小説家。すさあ、ごセーい。ラー服さんはどんな感じですか？いやー、特にないっすね。ないんですか？そうですね。いや、恥ずかしい話としては、池袋って誘惑が多くて、コンカフェとか、ガールズバーとか、やたらたくさんあるんですよ。コンもう一カフェ回、なんですか？コンカフェって何ですか？コンセプトカフェで、私、ガールズバーってあんまり区別つかないんですけどね。ちょっと、光のデコレーションみたいなのがあって、あんまり違わないような気がしますけどね。バーなんですか、要するに。バー女の子で、がいるバ昼間、ソフトドリンク飲んでもいいしっていう感じで、カウンター越しに向こう側に女の子がいてお話できるみたいな感じで、で、私、推しに弱くて、本当にコカ・コーラ2杯飲んで6600円とか払っちゃうわけです。それも2度3度やってて、で、それ、ぼったくり店ってわけじゃなくて、会計は迷路会計なんですよ。で、入って40分自分が2000円で、で、それだけで出てくればそれだけで済むんだけど、ドリンクいただいていいかしらとかって、とか言って、ダメっていうところは馬鹿しらけてシーンとなっちゃうじゃないですか。だから、いいよとか言うと、ババーっと飲んでもう一杯いいとか言われて、ええー、みたいな感じで。ドリンクとコカ・コーラですか？ 私はコカ・コーラいで、や、相手はオレンジジュースとかですね。お酒じゃないのね。同じじゃなくて、だって結構、そうですね。昼間だったりと店に入っては。か、それもいたりしますね。昼間は。そうで、ですね。だし、そうごめんそう。なさい。それで、何を落としたんだっけ？ さらに、女の子のドリンクってのが1000円のやつと2000円のやつあるんですけど、じゃあ1000円のにしといてって言うと1000円のじゃあしとくよって言ったんで、こんなすんごいちっちゃいカップで、いかにもこの客はケチですって言ってるような、周りにね、ケチな客っていうのを見せつけてるような出し方して、闇なことだと思って、じゃあいいよ次は2000円でとか言って、そういう推しに弱いので結局、会計はもう本当に何にも、ちゃんと迷路会計で、おかしなことしてないのに、6000円とかいっちゃうんですね、すぐ。でも、まあいいかって、あんまり若い子とお話できないから、まあちょっと楽しかったし、いいかとか言って。まあいいんですか？で、もう行かねえぞとか思うんだけど、2週間ぐらいすると忘れてまた行ったりするわけですよね、これがって。中毒性があるわけですね。いやー、だからもう、自慢できるような話なくて、ろくなことしないっすよ。もう、小説でも書いて過ごした方がお金減らなくていいっすよね、っていう。本当減らないよ。楽しそうですね。まあ、池袋ですからね、みたいな。まあ、そういう意味ではあれですね。セラゴジさんの方がリア充なんですね。いやー、青春待たなかったかね。私もなかなか学生気分が抜けきらないようなあれなんで、いやー、これリア充って言っていいのかな。リア充だったらディズニーランド行ったとかデートとかするじゃないですか。お店でコーラ飲んで6000円取られるのはリア充というか、どちらかというと寂しいおじさんつうか、お金払わないと話も相手してもらいたいみたいな、ちょっと 寂しいおじさんみたいですね。もうちょっと高級な話しましょう。私のはもういいんで。安田さんどうですか？ですか。私も今ね、9月は割と仕事が忙しくてですね、これですね、この VR ヘッドセット。それどこのオキュラスじゃこれオなくキュラて、ス、ベオスキュトラスス。ってやつなんですけど、まあ、これの、メタ。メタです。メタメでタ、すね。メタ、メタ。3がもうすぐ出るんですけど、まだね。まだ。3は出てるんじゃないですか？3、まだ、メタクエスト3。まだもうでちょっす。とですね。10月とかいう話ですね。
あ、でもこれでね。27日にメタのイベントがあって、そこで発表されるんじゃないかあ、そうなんですか。というふうに言われてますね。だけど、かなり出てる、値段とかね、もう出てるんでね。そうですね。7万いくらですね、日本7の。万4800円ですね。まあ、で、これ結は買構おう。面白そうですよ。なんか実世界側の機能が充実してるんで、あ、そうですか。出ちょったとそられい楽しいみなとに思ってるんしでますすけね。ど。いや、これはなかなかね、面白くて、今、あれですよ。バーチャルの、ドローンで空撮したやつを、この VR で見るっていうコンテンツ作ってて、酔いません、それ。乗らないんですよ。それが結構ドローンがうまく撮影してくれてて、第2ボスポラス橋とかね、ブライラ橋とかも、海外の橋をドローンでバーって飛んでみる。ああ、鳥に結なった構、気分ですね。もうバーチャルで今充実してます、私は。これ。バチバチャャジュバチャジューか。バーチャル、海外旅行行かなくていいなと思う。これはあれですああ。か？ビデオかなんかを見るっていうことですか？あ、そうです。今は、コンテンツ作ってるのはビデオのコンテンああ、ツですけど、意外にだから面リ白アルタイムでコントロールするとかいうわけじゃないんですい。でね。はないです。ではないです。けど、なかどうなかね、か、ドローンに乗った視点で見るっていいですよ。どうかビデオでうん。ね、そういうのあるけど、そっちの、あなたのその方がはるかにリアリスティックなんですか？もうリアリスティックですよ。本当にもう飛んでるみたいな感じ。毎日やってるともう、もうこの方がいいやと思って、最近。松田派になってきました、私も。塚本派から松いや、田派。それはそれでね、ハマるのはわかるんですわかりけまど。す？ああ、いいです。だけど、実世界に出た方がもっといいんじゃないかなっていうで感じ。も、その装置は塚本先生の本来のね、仕事じゃないですか。そうですよ、そっちでね。ええ、本来おかしいですよね、バーチャルのはず。だ岡本からさん。本来は写真と言うべきなのに、本当大丈夫、に、大丈夫。本当ですああ、よ。いえいえ。だから 3D もそうなんですけれども、リアル側の機能がね、すごい強化されてるんですね、最近。で、その安田さんがお持ちの2ですよね。で、それはモノクロなんですよ、外のカメラが。ああ、そうです、そうで、です。基本ね、外の撮影して中で映そうみたいなことはあんまり考えてなくて、なんか、頭振った時のその位置をね、正確に求めるためとかですね。そういうために外にカメラ、あるいは、境界ね、領域、あらかじめ設定した領域から外に出ると危険だというので、領域をこうちゃんと見守るために使うというので、VR の世界をより楽しむために外向けにモノクロカメラがついてるんですけども、今そうじゃなくて、カラーのカメラをつけて、最近の新しいやつでもですね、で、中でそのカメラ映像を見ながら、こう、いろんなコンテンツを重ねて、重ねて実世ね。界の映像に重ねて使う。だからウェアラブルに、そしリたアら、充側になっていたんですよ。ゴーグルかぶりながら、こう、リアルメモ帳にメモ取ったりとかできちゃうってことですか？かなり厳しいのは、やっぱりダメ解か。像度がかなり低いです。やっぱり低いんですよね。だから手元のスマホとか読めないしね。やっぱりそうですか。そちょっれとと歩言くわれのてが。るのはキーボードですね。キーボードで字いただくときに、キーボードの、キートップの字が読めないみたいな話で、もう字が全部潰れちゃって、解像度低すぎて。だから、まあ、いくつかのソフトでは、本物のキーボードの上にバーチャルキーボード、そっくりああ、な、かぶこせとの、いて。そっくりな配置をしてあって、バーチャルキーボードをかぶせて打つというのが流行ってますね。まあ、だからその辺はあれですよ。リアルに向かってるんで、私の領域にどんどん来てるというとだころんでだすん上ね。がってきましたね、性能が。なんかまあ、バーチャ真ル面目だなけじゃ話なになっくてます。て、リアルなやつを組み合わせてね、なんか遊ぶっていうやつが今後流行ってくるんじゃないですか。で、塚本先生はどうなんですか？私はだから相変わらずその今予算がね、研究予まだ。算がないんで、こあのれも間ね。からだいぶ、いろんな場で愚痴ってますけども、研究資知ってまし金たね。がない書た類をめ書いてに、もう今頑張って次々出そうとしているところです。で、おお。まあ、それがね、いくつかが通れば来年はもうちょっと、こう、優雅な、リア充って怒られるかな。リアルの場でですね、研究活動できるというふうになるなというところ。だそれで、なんか忙しいですね。そういう意味でね。なるほど。今がそういう時期なんですね。まあ、年中そうなんですけどね。年中あるんです割か。と大事なやつは今、一つ終わったのが、科研が終わったと。科学研究費ね。が、2週間ぐらい前に終わって、その後、まあ、それに続くやつがいくつか、来年度のやつですね。あるんで、順番に出そうとしてまぜす。ひ、シンギュラリティの研究もぜひ。
お願いします。これね、この活動みたいなも何らかの形で助成金取ったりとかいうのできるかもしれないですけどね。ああ、それあるといいですね。そしええ。たら、我々でもバーチャルで、みんなでゴーグルかぶってとなんか。か、ええ、この場をなんか使って新たなことするんだったら、立体的に配ええ、信するそういうとか。助成金取ってやるというのはあるかもしれませんよ。だけど松田先生、あんまりあれですよね。なんかリアルの場に出てくるのを好まないんですよ。今の状態のままでの方が。ええ、どうでしょうかね。いや、みんなで、こう、熱海旅行みたいなとかね。そんな、助成金を取って、なんか AI 活用して熱海旅行みたいなだったら、嬉しいですけども、松田先生だけ遠隔でとか、こんなんかぶってとか、そういうプロいジェや、クト。熱海はね、実は、いや、私、合気道部に所属してるから、それの同窓会っていうのがあって、ああ、そうで、今年は京都なんやけど、去年は熱海だったんですよ。ですか。だから熱海結構行ってるんですよ。ああ、そうですか。いや、熱海といえば、VR の会社で、ハコスコっていう会社がありますよね。知ってます？本社が熱海にあるんですよ。ああ、そうなんですね。たびに、映像とか写真出ますけど、なんか、掘っ立て小屋みたいな、なんか看板が消えかけたカタカナで、ハコスコって書いてあって、冗談かと思ったら、本当にそんなところで、なんか会社のこう研修センターとか、保養所とか、そういうのがこうあるところで、周りに温泉があって、海が見下ろせるみたいな、いいところらしいんですけど、ハコスコ社が2ヶ月ぐらい前に私の勤め先に吸収合併されたというか、子会社にされたんええー、そうなんですか。です。で、だからハコスコの社長の藤井さんがなんか、関連会社の方になったというんで、ちょっとだいぶ近づいてきたんですよ。あ、そうなんですね。藤井直隆さんって方、MIT にいらっしゃって、それから理化学研究所に10年理ぐらいい研らっにしゃっいらっしゃいましたよて、ね。それで会社立ち上げたっていう、なんかすごい方なんですけども、なんかすごい近い位置に来ましたけど、でも、相変わらず熱海にいらっしゃるそうです。だまあから熱海行今、くあんれだっですたらちよょっと。ね。リモートで結構できるから、このコロナ以降ね。なんかちょっと離れたいい場所で、仕事メインでやってるっていう人結構増えたのかなって感じしマージャーの交渉でもなんか、一回しか本社まで来てなくて、本社の偉い人たちがわざわざ熱海まで見に行くとか言ってましたね。面白がって。そうですか。まあ世の中ちょっと変化したということで、そうですね。今後もちょっいと。や、熱海に行くんだったらみんなでちょっとハコスコ社も覗きに行きたいなと思っちゃいましたっていう感ああ、じそうですね。です。共同研究でもね。いいですね。ということで、今週の話題っていうのはどんなのがありますか？松尾先生、何かご用意があるんですよね。まあ一つはその小説の書き方に関して、アメリカのプロの人がやってるやり方を紹介します。で、それを実際ちょっとテストしてみたという話。で、それから、今日の勉強会でやったもっと、高尚な話やけど、万物の理論という、つまり究極理論ね。それが、まあ、ウルフラムの究極理論の勉強をやってたという。あれ、超絶難しかったですね。じ だって、量子力学の、さらに背後のもっと根本原理として、セルオートマトみたいなのがあって、計算不可逆な世界があって、そこから量子力学が出てくるぞみたいな仮説ですよね。もっと根本原理みたいな、究極の根本原理みたいな。すべてそこから出てくるような。で、もちまあ、ろん、それはその時で。で、他はありますか？あともう一つね、これはその前の勉強会でやったんやけど、エド・フレドキンという方が亡くなった方で亡くすなったという話やけど、まあ、その人が、ディシペーションレス・コンピューティングという話を言ってるという、まあ、それは一体何なのかという話をちょっと簡単にやりたいと思います。じゃあ、そういうとこで。私も例の、あれですよ。だいぶ前に行ってきた六ヶ所室の話とかしようと思いつつ、なんかできてないんですけども、だいぶ日が経っちゃったんで忘れちゃった。ということで。例の六ヶ所村で4ヶ所回ったって話で。ダジャレよく覚そうえてでますか。ちょっとまあ、その話今週できるかどうかは、
やめとこうかなと思ってるところですけど、はい。松田先生次第ですね。うん、私は山口県の徳山にアイドルを追っかけてったって話しましたっけ？それ先々週、もうちょっと、ね、明日からとかいうようなことを言ってたよ、ね。ああ、そうでしたっけ。その話あれば、もし、あれ。いやー、もうきっと時間が余らないと思うし、最もくだらない話なんで、ここのチャンネル向けじゃないので、いいですけど、はい。はい。私はそういう恥ずかしい話しかないっす。はい。じゃあ、そういうことでまた、今から撮っていきましょうか。はい